京都が奪還できなくなる南朝って寂しいですよね。解説の霧雨マリサです。同族であっても争うことはありますよね。白霊霊夢です。足利義満の時代に活躍した武将がついに登場します。コンパク用務です。今回は南朝、最後の京都奪還を題材にしようと思うぜ。今回を最後に南朝は京都を奪還することができなくなってしまうんですよね。この動画は鎌倉幕府の滅亡から足利尊氏の最後までの動画と過去に動画にした足利義明の南征の動画の続きとなっています。なお、この動画は最新の研究をもとにした南北朝のマニアックな動画内容にはなっていません。さらに言えば、ウプ主は歴史の専門家ではなくあくまで素人であり、この動画の内容が全て正しいとは思わないでください。ネット上の出どころ不明の情報も含まれているため、最新の研究を元にした情報が知りたい方は別の動画なり本を読むようにお願いいたします。それらを理解した上でご視聴してくださると嬉しく思います。ここでお知らせがあります。今回から復習のパートは足利尊氏の最後までは大半を省くことにします。ずっと見てくれている方もかなり多くいるようで、毎回似たような動画の復習を見せられてしまうとうんざりするのではないかとも考えたからです。今後、鎌倉幕府の滅亡から足利尊氏の最後までは、簡単に内容がわかるダイジェスト版を作るかもしれません。そのあたりの、ご理解をよろしくお願いいたします。それじゃ、始めましょうか。足利幕府を開いた足利尊氏は1358年に亡くなってしまうんだけど、戦乱は終わってはいなかったわけだ。吉野には南朝の勢力がいたし、九州には金吉親王率いる南朝の勢力が優勢だったからね。足利尊氏が亡くなると、息子の足利義明が即位するんだけど、南朝が不穏な動きを見せたとの情報が入ってくる。足利義明は自ら天皇寺に入り、管領の細川清治を総大将とし、南朝を攻撃したんですよね。この時に鎌倉公方の足利元氏も、兄の足利義明に疑われないために、無理して関東執事の畠山同棲を援軍として、近畿に送り込んだのよね。細川清治の軍は、南朝の楠木正典を破るなどの活躍を見せるんだけど、有力守護である二木吉永と、総大将の細川清治が揉めたわけだ。これにより幕府軍は統制を欠き、足利義明は佐々木同様南朝に派遣し、和議を結ぶことにしたのよね。しかし、南朝との和議が難航し、北朝は軍隊の維持が難しくなり、細川清治は配下の兵士らに動かされ、再び南朝を攻撃することになるぜ。細川清治と敵対していた三木吉永は京都に残ったんですよね。南朝に向けて出陣したはずの細川清治は急遽軍を返し、京都にいた三木吉永を攻撃したわけだ。三木吉永は将軍の足利義明を拘束するなどして、対処しようとするんだけど、起点を聞かせた佐々木同様により、足利義明は細川清治の軍に逃げ込むことになったのよね。足利義明が消えたことで、三木吉永は勝ち目がないと判断し、南朝に降伏することになります。南朝は北朝で居場所がなくなった人の行き着くところでもあるからね。三木吉永との争いに勝利した、細川清治も身勝手な行動が増えたことで、足利義明や佐々木同様に反感を持たれ、北朝での居場所を失ってしまうわけだ。もちろん、細川清治も南朝に逃げ込むことになったんですよね。相変わらずのパターンだよね。ここまでが前回のあらすじでしたよね。細川清治が南朝に降伏すると、南朝では京都奪還の機運が高まることになります。その時の様子を見てみましょうか。南朝に細川清治殿と、三木吉永殿が味方することになり申した。うむ。細川殿、三木殿の幕府に大勢力が味方した今こそ、京都奪還の絶好の機会になるに違いありませぬ。ね。ねね。我ら供養衆は全員一致で、京都奪還を目指すべきだと考えておりまする。我らに味方した細川清治殿を総大将とし、幕府から京都を奪い返せと申すか。その通りでございます。今こそ幕府軍を京都から駆逐する絶好のチャンスでござる。供養衆は京都に帰りたくて仕方がないようじゃな。お待ちください。これは、楠木殿、そなたの意見を申してみよ。楠木殿は歴戦の猛者である。楠木殿が申すことに間違いはあるまい。私は京都奪還に反対でござる。理由を申してみよ。京都は後醍醐帝の時代から、攻めやすく守りにくい地形だということは、わかりきっているはずです。その通りじゃ。
我らも京都奪還を成功したことはあるが、いずれも短期間で奪い返されておる。帝のおっしゃる通りでございます。ここで京都を奪還しても、すぐに奪い返されることは目に見えています。その通りぜ。楠木殿は臆病風に吹かれているのでござる。今を逃したら北条との戦力差は開くばかりである。今こそ、京都奪還すべし。ダメぜ。帝の声もわしの言葉も供養たちの耳には通らず。楠木殿、何か意見はないか。細川清次殿と私で京都に進撃することにいたしましょう。それでこそ、楠木殿じゃ。では、細川清次殿と楠木正則殿が北上し、京都制圧を目指すこととする。はは。京都は守りにくく制圧はできるんですけど、維持することが非常に難しいんですよね。ただし、今回の南朝軍の北上は突然だった話もあり、足利義明は笛を突かれることになります。南朝の軍勢が北上してきたぜと、京都では守りきるのは難しいぜろうな。よし我らは近江に避難することとする。ご黄金天皇は絶対に、南朝に渡してはならぬ。近江に退去せよ。足利義明も撤退する時の最低限のポイントは抑えるようになりましたよね。足利義明も京都からの撤退には慣れてきたのかもしれないよね。この時に、建仁寺の乱収療法のもとに、足利義明の長子である春王が逃げていた話がある。春王が後の足利義満になるのよね。この時に、乱収が起点を聞かせることになるぜ。その時の様子を見てみましょうか。むむ。小村上天皇の軍勢が突如攻めてきたようじゃな。ここには、春王様もいるが、どう脱出すればよいのだろうか。そうじゃ、わしの包囲の中に、春王様を隠し、赤松則助殿がいる白旗城に逃げることとしよう。乱収は無事に落外まで脱出し、赤松則助の居城まで逃げ込むことに成功したんですよね。赤松則助は、居城である白旗城に春王をかくまい教育も行ったことから、幕府から絶大なる信頼を得た話があるぜ。赤松家は戸様にもかかわらず、三冠四式に数えられる家柄になったからね。近江に避難した足利義明は、京都周辺の大名に召集をかけると、あっという間に大軍になってしまった話がある。その時の様子を見てみましょうか。よし、わしの元に大軍が集結したようじゃな。これだけの軍勢が集まれば、京都奪還は成功したも同然じゃ。京都奪還の先陣は、私にお任せください。今川定代は、今川の陸見の子であり、信用できる人物じゃ。わかった。先陣は今川定代と能登いたす。少数とはいえ、敵は猛将細川清次が指揮する軍勢じゃ。抜かるでないぞ。はは。今川定代が後の領春であり、後に九州で活躍するんですよね。幕府軍の大軍に驚いたのが、京都を制圧した細川清次です。ぬ。幕府軍は何たる大軍を集めたのじゃ。収穫適せず。撤退するしかあるまい。京都からは撤退したが、幕府軍は吉野まで進撃する可能性があるな。わしは南朝にも身の置き場がなくなってしまったようじゃ。こうなったら、本拠地の阿波に撤退するしかあるまい。これが最後の南朝京都奪還になるんだけど、あっけなく奪い返されたんだよね。足利義明は、細川清次追討軍を出す決定をすることになる。その時の様子を見てみましょうか。我が同族である細川清次を、追討する軍を出す決定をしたとか。わしは、そなたを細川清次追討軍の総大将にしたいと思っておる。私がですか。わしは、そなたのお父上である頼春殿には世話になったし、そなたとて中国短大として役目を立派に果たしておる。そなたに手柄を立ててもらいたいのじゃ。わかりました。同族ではありますが、私が細川清次討伐の総大将となりましょう。頼んじゃぞ。足利義明が細川頼之を総大将に任命したのには、頼之の父親である細川頼春が、大きく関わっていると言われているぜ。1352年に南朝が北畠近房の主導の下で、
京都を奪還した時の話よね。足利義昭は京都を奪還された時に、北朝の皇族を置き去りにするんですけど、次の話があったとされています。む。南朝が我らを攻撃してきよった。備えが全くできてはおらぬ。ここは、私に任せてお逃げください。さ、頼んじゃぞ。死ぬでないぞ。義昭様を逃がすのじゃ。ここから先は一歩も倒さん。これだけ時間を稼ぐことができれば、殿は無事に逃げおおせたことであろう。我が命は敵にくれてやることにいたそう。1352年に南朝が北上した時に、足利義昭は北朝の皇族を置き去りにする、失態を犯したんですけど、細川頼治の奮戦により助かったとされているんですよね。足利義昭は細川頼治に恩義を感じていて、細川頼治の子である細川頼之には、目をかけていたんでしょうね。余談なんだけど、太平記の最終章では、足利義満が征夷大将軍となり、細川頼之が慣例として補佐し、天下は安寧になったで終わることになるぜ。足利義満の時代も争いは数多くあったような。でも、太平記の最後を飾るような人物もついに登場したよね。話を進めるけど、細川頼之は同族の細川起用寺を討伐するために、出陣したわけだ。その時の様子を見てみましょうか。わしに味方してくれる者はどれくらいいるじゃろうか。残念ながら、細川の一族は日和見を決め込み、一族の大半は本家の細川起用寺に味方してしまったようです。やはり、こうなってしまったか。どうしましょうか。我が領内である備前、備中、備後の3カ国から兵を集め、四国に上陸することとしよう。はは。兵が全くと言ってよいほど、集まらぬではないか。どうやら我が領国の武士たちは、四国の領土に興味はなく、集まりが悪いようでございます。四国は海で隔てられているから、武士たちには恩賞が魅力的に見えぬのじゃろうな。四国へ上陸できる兵の数は、1000程度しかおりませぬ。仕方なしじゃな。この兵をもって四国に上陸することにいたそう。はは。やっぱり、当時の武士は恩賞次第ですよね。みんな恩賞の土地がなければ動かない人たちだからね。細川起用寺は讃岐の白峰の館で、細川頼之を迎え撃つんだけど、黒人の多くが細川起用寺を支持したこともあり、細川頼之は劣勢だったわけだ。その時の様子を見てみましょうか。細川起用寺に多くの者が味方し、五千騎に膨れ上がったそうです。五千騎では、我が軍の5倍はいることになるな。細川起用寺は猛将として名を馳せた人物であり、家兵の我らが正面から挑んで勝てる相手ではありますまい。ならば、切り崩しを行うしかなさそうじゃな。ここで細川起用寺の軍に攻められたら、一気に打ち破られることは必要です。時間稼ぎも必要だと感じておりますが、そなたが細川起用寺への使者となり、次のように伝えてもらいたい。ごにょごにょごにょ。わかりました。わしに何の用じゃ。私は細川頼之様の和平の使者として来た次第です。わしと細川頼之は同族ではあるが、今は戦場でまみえておる。今さら和平とは何を言っておるのじゃ。頼之様は、あなた様の父上である細川和氏殿と自分の父である頼治は、共に戦場で戦い、数多くの戦功を挙げていると申しております。その通りじゃ。幕府に重臣として列する地位に上ったのは、わしの父と頼之の父親が、幕府に敵対する者どもを打ち破ってきたからである。今は頼之とは敵対しておるが、そのことは認めよう。頼之様は一族での争いを望んではおりませぬ。それは、そうじゃろうな。こんなことになってしまったが、わしも一族で戦いたくはない。頼之様も願いは同じであり、現在、幕府に起用寺様にかかっている、謀反の嫌疑を晴らすべく動いている状態です。それは、誠か。ただし、現在、幕府との交渉は難航しており、時間がかかっておりまする。わしは幕府から追放されるまでは、将軍家に対し、敵対する意思はなかった。ここは、細川頼之を信じてみるか。わかった。わしは細川頼之殿に攻撃を仕掛けることはせぬから、幕府との交渉を任せ、わしを幕府に復帰できるように取り計らってもらいたい。わかりました。どうじゃったであろうか。細川起用寺は、私の言葉を信じ、攻撃をしてこないことを約束してくれました。今がチャンスじゃ、撃たずに堅固な砦を築くのじゃ。撃たずといえば、細川起用寺の本拠地である白峰から、近い場所ではありませぬか。大丈夫じゃ。細川起用寺は攻撃をしてこぬことを約束してくれた。急ピッチで作り防御を固めるのじゃ。はは。
何、細川頼之の奴は、わしを騙し撃たずに砦を築いておるじゃと。砦の守りの硬さから言って、力攻めでは落とすことはできまい。小豆島を支配する阿倉信胤に、中国地方から送られてくる、細川頼之の領土を断つように依頼するのじゃ。細川清次は我が軍の守備の硬さから、兵糧攻めに切り替えたようですな。このままでは、我が軍は不利となる。弟の頼有に命じて、阿波に向かわせることとしよう。阿波から送られてくる、細川清次の領土を断つ作戦ですな。その通りじゃ。阿波から白峰に送られてくる兵糧を断つのじゃ。はは。細川頼之と細川清次は、お互いに城を落とすことができぬと判断し、兵糧攻めを行い、我慢比べになってしまったんですよね。戦いは膠着状態に陥るんだけど、先に動いたのが、細川清次となるぜ。その時の様子を見てみましょうか。む。このままでは拉致が明かぬ。密偵を大量に撃たずに送り込み、細川頼之に隙がないか調べることとしよう。細川清次が多くの密偵を送り込み、我が軍を調べている模様です。これはチャンスが回ってきたのかもしれぬ。どういうことでしょうか。細川清次は、兵糧が少なくなったことで焦って、攻撃を仕掛けようと、我が軍の隙を伺っているのじゃ。なるほど。細川清次は幕府のさらなる大軍が来る可能性もあり、焦り出しているのかもしれませぬな。その通りじゃ。どのようにいたしましょうか。南朝方の西尾城に少数の兵を派遣し、細川清次を釣るのじゃ。そして、このようにせよ。ごにょごにょごにょ。わかりました。何、味方の西尾城に細川頼之の軍が向かっているじゃと。味方の西尾城を見殺しにしてはならぬ。急いで救援に向かうようにせよ。この時に、細川清次は多くの兵を割き、西尾城に向かわせた話があります。これが細川頼之の罠だったのよね。細川清次は多くの兵を西尾城の救援に向かわせたようです。今がチャンスじゃ。西尾城に向かった兵を反転させ、白峰の館を攻撃させるのじゃ。はは、撃たずに残っている兵もすべて、白峰に向かわせるようにせよ。わしが自ら指揮を取る。わかりました。な、何、細川頼之の軍が、白峰のすぐそこまで来ておるじゃと、急いで応戦せよ。細川清次の軍と戦闘が始まった模様です。猛将細川清次といえど、これだけの兵数に差があれば、太刀打ちすることはできまい。その通りでございます。疲労がたまり動きが鈍くなったところで、一気に細川清次を討ち取るのじゃ。はは。ついに幕府の慣例にもなった細川清次も亡くなってしまいましたね。でも、細川頼之が細川清次に勝利したことで、細川頼之が細川家の総領になったのよね。細川清次が討ち取られたことで、足利義昭の南征から始まった、幕府内のごたごたも西国の方は、一応の終結を見ることになるぜ。でも、東国の方はまだ混乱が収束してはいなかったんですよね。足利義昭が細川清次を総大将とし、南征を行った時に、鎌倉公方の足利も当時は、畠山同盟を大将とし援軍を派遣したわけだ。足利義昭は弟の足利も当時の忠誠心を試すために、援軍要請をしたのよね。この時に、畠山同盟は足利義昭がも当時を疑っていることに気づき、関東の諸将に無理をさせて、大軍を近畿に派遣することになる。でも、大軍を派遣したことに、関東の諸将の不満が高まっていったんですよね。その時の様子を見てみましょうか。関東の諸将に無理をさせて兄者を助けてしまったために、関東執事の畠山同盟に対する不満が日々高まっているようじゃな。関東の諸将は畠山同盟の解任を強く望んでおる。畠山同盟には申し訳ないが、関東執事を解任するしかあるまい。わしは足利元氏様のために行動したはずじゃ。なぜ、わしが執事を解任し追放されねばならぬのじゃ。こうなったら、伊豆の領国に帰り兵を挙げてやる。な。なに、畠山同盟が挙兵したじゃと、こうなったら仕方なしじゃ。関東の諸将を集めて、畠山同盟を攻撃するのじゃ。
畠山同盟を打ち破るのぜ。関東では畠山同盟に対する不満が強く、足利元氏の元に多くの諸将が集まったことで、畠山同盟は何もできずに、修善寺城に追い詰められて降伏することになったんですよね。でも、畠山同盟がいなくなったことで、関東執事の座が空位になったよね。足利元氏は、関東執事を関東管領と改め、上杉範明を指名することになるぜ。ここにおいて、関東管領の上杉家が誕生したんですよね。関東管領の上杉氏というと、上杉謙信を連想しちゃう人も多いんじゃないかしら。でも、関東もようやく落ち着きを見せることになりましたよね。本当に関東の経営が安定したわけじゃないんだけど、これから一揆が起きたりもするしね。一連のごたごたが一応の収束を見せると、播磨に逃れていた後の足利義満である春王が京都に戻ることになるぜ。春王が京都に戻る途中の琵琶塚で、次の話が伝わっています。ここは、なんという場所ぜ。摂津の琵琶塚と申す場所でございます。わしはこの場所が気に入った。なんじらは、この地を担いで京に持っていくのぜ。春王様は、すごいことを言うものぜ。いずれは大事となるやもしれぬ。どうしたのぜ。いえいえ、なんでもありませぬ。京都に戻りましょうぞ。その通りじゃな。春王の言葉に家臣一同が感嘆した話があるんですよね。この話が、どこまで本当なのかはわからないんだけど、室町幕府の全盛期は、春王こと足利義満の時代に作られるんだよね。足利義満に対しても、皇位三奪を狙っていたとか、いろいろと言われているんですけど。余談なんだけど、播磨で春王の養育をしていた赤松家では、出立する春王のために松林の踊りを披露した話がある。春王が足利義満となり将軍となってからも、播磨を懐かしく思い、毎年、正月には赤松家に赴き、松林の踊りを観覧した話もあるよね。松林の踊りを見るのは、幕府の慣例行事にもなりましたからね。次回は、足利義明の最後までをやる予定となるぜ。先にネタバレしてしまうと、南朝の後村上天皇も崩御しちゃうし、足利元氏も亡くなってしまうんですよね。それでも、南北朝時代は統一に向かっていくことになるぜ。まあ、ネタバレは、この辺にしておきましょうか。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と、概要欄から Twitter の登録をお願いします。それを励みとし、動画作成を頑張る所存です。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。